さあ、残りが少なくなってしまいましたが、おかめくんですよ。これはね、まだ小さすぎてですね、来た時に、まあしばらく経ったんですが、ようやっと毛が生えてきましたね。この辺なんか毛が長かったですからね。こっちもね、まあ小さかったんですけど、こんな大きくなりましたよ。これはね、ちょっともう、売れちゃってるんですけど、預かってますね。あと、少し預かります。飛びましたね。最近飛び始めたんですよ。もうお腹がスイカみたいですね。あと30分したら、最後の食事の時間です。これよりもっと小さいのがいますよ。これ私が今飼ってます。このパステルカラーですね。こうね、毛がないですよ。これはね、親に虫割れてね、この辺もう、まるっきりなかったんですよ。やっと生えてきました。まあ、あと10日ぐらいしたら、こんな風になります。このほっぺの色がね、まあ、黄色っぽくなってきますね。ブンちゃんが来ました、飛んで。どこでも飛びついてますね。私の声が出ると、私のところに5、6年前に、どこでもブンチョウというよく鳴いていたブンチョウがいたんですよね、タイゾに。それによく似てます。まあ、どこでも進出してしまってね。おかめくん、相当お腹が減ってるみたいですね。あ、もう一度飛んできました。それも相棒がちょっといなくなってね、今日からケージは処理になってしまいますから、ここに一戦してやろうかなとも考えてね、仲良しで3羽いたのがね、一羽になってしまいました。よく慣れてますよ。お、文ちゃんがまたいたずら仕掛けてますね。カメラ気にしつつ、隙があったらカチカチしようかな。ちょっと来るかな。おかめ逃げました。私の肩の上に。そろそろご飯の用意しましょうかね。降りてくれ。あ、ブンちゃん、あんたもそんなことするんか。びっくりしてるよ。背中に飛び乗って遊んでます。怒った、怒ったな。口開けて、本当も、まだちょっとお腹が空いてきたかな。まだ撮影やってるんですよ、これ。1日4回。よく食べます。お腹空いたかね。はい、おいで。はい。はい、降りて。降りて。降りて。はい、降りて。最後もう一回顔を見せね。はい。はい、白と黒。ああ、待って待って待って、もう少しね。まだここ入ってるよ。少し、ほら。大丈夫かい？
こっち向かい。うん、ともれたか。ともれたね。やってともれたね。おっと。よし、じゃあご飯にしようかね。はい。